では次に通過タッチについて説明したいと思います。まあ、さっき説明したように通過して得点をすると、まあ、継続打撃権が1回発生して、タッチした後スパークすると、まあ、別にもう一度発生するんですけど、それがまあ同一のプレーで起きた場合には、まあ、通過タッチなりタッチ通過なりそういう言われ方しますけど、継続して2回打つことができます。じゃあちょっと通過タッチの方やってもらいましょうかね。1番が、まあ、ゲートを通ってないとして、まあ、第2ゲートの裏に3番がいる場合を想定します。1番第2ゲート通過、3番にタッチということで、まずこの場合はスパーク打撃を、ね、完了しないといけないんですけど、こうやって3番を手で拾って、まあ、適当なところにスパークしてもらいます。でこれでこの時、まあ、打撃にスパーク打撃が完了したことによる、まあ、1回とゲートを通ったことによる1回、その2回続けて打つことができるんですね。で例えばじゃあそこに相手のボールがいるとしましょうか。6番ですね、あれを2回でじゃあちょっとタッチしてもらいましょう。1回だとねやっぱりなかなか距離的に難しいんですけど、2回、まあ、こうやって打撃圏があるということで、まあ、1度目で近くに行って、まあ、こうやってタッチすることができます。でこれでこの後またスパークをしてもらうと。でじゃあちょっと近くにアウトにしてもらって、でこれで6番がアウトボールになります。でこの時にまたスパーク打撃を完了しているので、もう一度継続して打撃することができます。はい、今のが通過タッチ。